やる気、元気、たまき、霊感タロットのたまきのズバッと時事ネタトークです。こんにちは。先日、鑑定中に、個人鑑定の時に、仕事の話になって、この話よくするんですけど、仕事は自分のやりたいこと、社会が求めてること、自分ができること、可能なこと、この三つのね、バランスがありまして、自分のやりたいことだけやっても、社会は求めてないかもしれないよ、みたいな話をよくするんですけれど、その例として、私はこの、本当は政治経済はね、自分自身としてやりたいことかと言われると、あんまり明言はしないけど、すごいやりたいかと言われると、って感じで、でも社会が求めてるから、やってますみたいな、社会的な需要というか、そういう観点からやってます。やりたいことは、ラーメンでやってるよっていうことを話しましたら、ラーメンって何ですかって言われて、ちょっと待って、いつも YouTube 見てますって、楽しみにしてますって、電話鑑定の時最初に言ってくれたじゃない。そんな、いつも見てるって言ってるのに、ラーメン知らないのって、ちょっと、ショックを受けて、私、ラーメンの動画もやってるんで、カブトムシもやってるんで、見てください。ね。YouTube のアプリでさ、ザーって出てくるだけじゃなくて、チャンネルを見に行くと、今私350本くらいありますよ、動画が。この2月くらいから始めて。そのサムネ、どんなことやってんのかなって、見ていただけるとありがたいな。そうね、リクエストいただくときもそれを一覧を見て、大抵のね、メインのニュースになってるようなことは占ってるんですよ。でも、それ最近占ったやんみたいな、もうアップしたじゃんみたいなこともね、リクエストで、これ占ってくださいみたいな言われたりして、頼むからちょっと過去の動画見てくれっていうのが、お願いです。お願いします。ラーメンもやってます。1日2本もアップしてます。1日2本ね。1本だけじゃないよ。2本アップしてるからね。いっぱいアップしてるんですよ。面白かったらチャンネル登録よろしくお願いいたします。はい。前置きが長くなったけれど、今日は国民民主党の文党についてです。我らが玉木、やってくれた玉木氏は何かすると思っていたよ。立憲民主党とこの前に合流する話聞いてて、いや嘘でしょと、なんで合流するのって半信半疑で聞いてたけど、やっぱりしなかったね。だって全然違うじゃない、政治的な方針っていうかね、やるべきことっていうか考え方が全然違うところだから、どうやってこれ折り合いつけて合流するのって思って見てたけど、やっぱりしなかったなっていう。だけど揺れてるらしいです、まだ。今ね、8月13日木曜日なんですけれど、これアップするのいつかな？明日に14日アップできるかな？文党発言に揺れる国民民主党。党内から異論続出。玉木代表の行方は？っていう J キャストニュースですね。立憲民主党と国民民主党の合流協議をめぐり、国民の玉木雄一郎代表が2020年8月11日夕方に会見し、分党する考えを表明した。玉木氏によると、国民民主党は一度回答。立憲と合流する議員による党と合流しない議員による党に分党する。玉木氏によると、分党を決断したのは、今朝11日朝、多くの関係者にとっては寝耳に水で、この方針を役員会にかけて了承を得たという玉木氏の発言には早くも異論が出ている。玉木氏は近く両院議員総会を開いて、分党案の承認を得たい方針だが、承認されるかどうかを含めて大混乱に陥るのは必至だ。で、これは誰だ？平野博文幹事長とともに、立憲との協議にあたった泉健太政調会長は、玉木氏の会見を記者団に対して、分党案は役員会で了承されていないとの認識を示し、ツイッターにも、このような分党のあり方を党執行役員会として了承はしていません。来週の両院議員総会で議論されます。と書き込んだ。これまで立憲との交流を主張してきた議員からは公然と玉木氏を非難する声が相次いだ。
須村衆院議員はツイッターで、文頭ではなく回答で、党自体がなくなるので、残る人はゼロ。大半の同僚議員が他の野党の仲間と作る合流新党に参加します。合流新党？新しく党を作るの？玉木さんは独自行動などと主張。そもそも文頭自体が了承されず合流しない玉木氏のみが取り残されるとの見立てを披露した。ということで、今のニュースを読んだだけでも何を占えばいいんだろうね。混乱したけれど。まあこの A、仮に A、B としよう。国民民主党が A、玉木さんね。玉木代表と、あと山尾しおりさんもこっち行くって言ってる。こっち側と立憲に合流する B？ 合流すんのかな？どうなんだろう？どうなんだろうね、これ。C もありえんのかな？合流しない。新党。うん、なんか、あるとしたらこうかな、三つかな。玉木さん、そして立憲に合流する人々。もしくはもう合流もしないで、新党を結成するみたいな。ね、ここを置いて。こういう感じになるのかな？複雑ですね。じゃあ、玉木さん。玉木雄一郎さんを A だとするよ。A。A っていうのは、タロットさんにとってどんな存在ですか？はい。A っていうのはタロットさんにとってズバリどんな存在？力の逆。おっと、これはね、力がちょっと尻込みしちゃうとか、パワーダウンとか、目標を見失ってしまうとか、あんまり良くなかった。力の逆。力だとね、目標を達成するために自分たちの力でもうガツガツ、力強く進んでいくだけど、それがね、ちょっと弱いんだな。じゃあ、立憲と合流する人たち、B の方たちは、タロットさんにとって、どうなんですか？どんな存在ですか？はい。立憲に合流する人たちは、タロットさんにとってどんな存在ですか？ごめんね、笑ってしまった。ごめんね。死神が出てしまったので。はい。死神。うん、なんか言うまでもない。なんか、止まってるとかね。でも、まあ、死神、いいカードでもあるんですよ。別に死ぬっていうわけでもなくて、古くて悪いものを捨てるみたいな、そういう死神のカードはいいカードでもあるんですよ。なので、ふふってちょっと言っちゃったけど、まあ、古い悪いものを捨てる、そう捉えるといい意味ではある。うん、はい。次、なんか合流しないで神道を作る人たち。合流しないで新党を作る人たちは、タロットさんにとってどんな存在ですか？忍者。これはね、いいカードですね。これは超人なんですよ。暗闇で自分と見つめ合っている、思考、よくこう、思慮深いみたいな、そういう感じ。思慮深い人たち。ほう、そうなんだ。じゃあ、どこから行こうか。小沢一郎さんは、A, B, C のどれか。はい、占います。小沢さんは、ズバリ、これだ。神道と、そう。前原さん、これかな？前原さんは、本当？立憲？これはちょっと、全く自信ない。自信ない。原口さんは、そう。前原さんがわかんないな。前原さん、ちょっと、すっごい自信ない。自信ないって書かせて。自信ない。すごい、自信ないっていう書く占い師。ごめんね。今、やらなきゃよかったなって思ったけど、いいや。このまま行くわ。じゃあ、玉木氏が思うように、こう、すんなり分党できるのか、なんて言ったらいいんだろう。この分党騒動は、どのように、こう、スムーズに進むのか、どのような結末を迎えるのか、みたいな。
はい、ズバッと出ました。スムーズにいかないですね。国民民主党の過去が、マジシャン。まあ、新しく作りました。うん、とても良いね、これは。なんか、アイデアが冴えるとか、勘が冴えるとか、何か創造性が豊かである。そういう過去。で、現在のところに、感染が出ちゃったんですよ、世界。現在に出ると、もうなんか、これ以上の成長がないみたいな意味なんですね。将来に出るといいんだけど、現在のところにこれが出ちゃうと、もうこれ以上もう成長ありませんっていう、見込めません、成長見込めませんみたいなカードなので、あんまり良くないんだ。それで、そうね、こうなったんだな。そして将来、分頭騒動はどうなるか。節制の逆なので、コントロール不可能とか、うん、いろんな流れが悪いね、これ。エネルギーの流れとか、お金の流れとか、こう流れる系のものが、ね、よどんでしまう。で、どうしたらいいか、皇帝なので、これはもう、玉木さんの、が王様になって、リーダーシップ、強いリーダーシップでみんなを、ね、強く説得するとか、なんか、するしかないかな、皇帝の力にかかっていますっていう感じ。分頭騒動はどうなるか。まあ、ごめんね、この、曖昧な言い方で、節制の逆なので、節制の逆。多分こう、グダグダだと思う。グダグダ。うん。スムーズじゃない。でも、何かが大きく破壊されるとか、なんかそんななんかタワーとか死神とかなんかそんな感じでもないから、ただただ流れが悪いみたい。進まないっていう感じかな。うん、進まない。なので、ちょっと長引くかなっていう感じがしますね。なので、またなんか、これに関しては、まだこれからも占うことになりそうな気がする。ちなみに、もしだよ、こうなるとする。A、B、C。仮にです。で、今後、何かがないとか、あるね、この C がないとか、B がないとか、A と C だけとか、どうなるかちょっとわからないけど、今の段階でこの、A、B、C、それぞれどうなるかっていうのをちょっと見てみます。玉木さん。玉木さんについていく人々の行方は？はい。ズバッと出ました。ちょっと最悪な感じが出ちゃった。玉木さんについていくと、最終結論、将来がタワーの逆なので、必要とされる崩壊が出てしまったので、なんかね、ハプニングとか、争いに巻き込まれるとか、そうね、何かに巻き込まれそう。で、どうしたらいいか、節制、やっぱり節制なんだ。うん、心穏やかにコントロールして、気持ちの流れ、お金の流れ、その辺をこうスムーズに行きなさいよっていうのが出てますね。よくなかったよ、A の行方、タワーの逆。なんだろう、何かにこう逆らわず行った方がいいんじゃないみたいな感じが出ました。でもさっきはね、なんか皇帝がとか言ったけどね、玉木氏の力で力強くみたいな感じで出たけど、次 B、 立憲民主に合流したする人々の行方は、はい、ズバッと出ました。ここでもやっぱり死神が出るんだね、現在のところに。だからなんか古い悪いものは解体されて、それによってマジシャンなので新しい、なんか想像力、創造性、新しいアイデアとか、なんか良い感じです。で、対策とか注意点も運命の輪なので、うん、これがチャンスですよ、みたいなのは出てます。だから、合流したい人にとっては、これはとても良さそうですよ。マジシャン。じゃあ、神道を作る人たち、もしいるならね。もし神道を作る人たちがいるのならば、その人たちはどうなるでしょう？はい、ズバッと出ました。あ、これもなんかさっき忍者が出たじゃない？将来のところに忍者が出たので、うん、なんか資料深いみたいなのが出てるんですよ。で、対策とか注意事項も審判なので、うん、なんか良いですね。復活みたいな感じ。ただ現在のところは、無知無計画に注意だよっていうのは出てるけど、うん、作ってしまえばしまったで、なんかそれは良さそう。忍者。なんだこれは。ということで、全体的に
玉木さんの A だけが、なんか悪い感じになっちゃいそうなんですよね。なんで、こんなこと望んでなかったはずなのに。なんでこうなった？そもそも。立憲民主党と合流して、いい感じにこう力を強めようみたいな、なんかポジティブな感じで話し合ってただろうに、なんでこんないきなり崩れ始めたんだろう。何がどうしてしまったんだろう。一寸先はわからないもんですね。はい。ということで、玉木さん応援してます。頑張ってください。なんか、占いの結果では悪くなってしまったんだけど、対策は節制です。節制のカード。人の気持ちの流れ、お金の流れ、流れるものをスムーズにっていうのが出てます。はい。では、じゃんけんいくよ。玉木じゃんけん、じゃんけんぽい。チョキなので、グーの人の勝ちです。じゃあね、バイバーイ。